アウェイは全く勝ち点も取れていない。さあ小島が抜けようというところでした。セカンドボールは千葉に出る。船山ラリベイを見るか、自分で打つ。船山貴之来た、ブレ球素晴らしいゴール来たね。ペナルティエリアの味方を踊りに使ってキーパー高原の逆を突く見事なシュートです。船山これはちょっと変化してきたね今ね。もうちょっと見たい、もう一回ここの角度じゃ分かんないよ、後ろから見たい。我々ちょうどこの船山の背中からね見えてましたから、ものすごい変化が見えてくれたんです。